んにちは。さあ、豊さん、はい、まあ、海の向こうでは二刀流の今大谷選手がものすごいフィーバーされていて、なあ、100年に1人の選手って言われてるからね。いいですね、言われてると思うんですけれども、あ、まあ、日本でも最初二刀流を目指していた選手だったりとか、転向とかしたり選手する選手もいますけど、いやいや、昔ね、うん、外国人ピータースっていうのがいたんだよね、はい、打ってもなんか中途半端だし、うん、でも外野からの返球っていうのはものすごい速いんだよ、肩強くて。おー。で、一回ピッチャーやらしたらどうだっていう、はい、で、ピッチャーをやらしたことがあるんだけど、まあそのぐらいだよね。俺も大学入った時に、高校の時はピッチャーやってたから、はい、で、延長になってピッチャーいなくなると、はい、お前ピッチャーやってたよなとか監督に言われて、はい、はい、やってました、ブルペンで作ってこい、おで、ブルペンで投げる予定もあったんだよ。あ、予定あったんですね、うんうん、西武の石毛さんなんか駒沢の大学でね、はい、で、入れ替え戦だったんだよ、うん、で、ピッチャーいなくなっちゃって、はい、石毛さん投げたからね。そうなんですか。そうそうそう、まあそういうこととかもあるんだよ、はい、アマチュアではね、はい、プロで言えば増田か、増田、あの巨人の去年かな、はい、得点差があって、はい、マウンドは上がったというね、はい、まあそういうこともありながら、うん、本格的なのっていうのはそう聞かないよね。聞かないですよね、うん、だ、例えば近年で言うと、あの、ネオ選手、あ、ネオがブルペン入ったとかね。あ、なんかそうならしいですね。あ、で、コーチ曰く、あ、やっぱいい球いくなって、いい球投げてんなって。まあそりゃさ、はい、外野からの捕殺率ってすごい高いもんね。肩、まあもちろんピッチャー肩スピードがあるしさ、はい、あのコントロールもいいし、うんうん、だからそういう意味では地肩強いよね。あれ、でもなんでこの時期にブルペン、もしかしたら、うん、可能性は、だって高校の時から150キロ投げてたんだろ、はい、そしたら可能性はあるよね、ピッチャーとして。ということは、もしかするとここに来て、その中日サイドが二刀流をやらせようとか、うん、まあ可能性はなくはないよね。おお。だバッターとしてどうなのか、はい、まあ二刀流なのか、はい、まあ、ピッチャーとして一回やらしといてみてみたいな、はい、うん、まあ面白いと思うよ。そうですよね。ネオはあのいろんな可能性を持ってる選手だから。そうですよね、うん、プロになってその投手としては見てみないので。そうだね、はい、どんな感じなのか見てみたいですし、あとその転向という意味では、その日本ハムの、うん、姫野選手、ああ、外野手だったのが、ピッチャーに先頃上がったね、はい、154キロかな、バンバン出してるみたいです、ね、すごいな。なんだよって。すごいですよ、まあ、高校の時がそもそも投手だったっていうことなんですよ。いや、154キロって普通なかなか打てないから、まあ、そうですよね。しかも野手でプロでやってて、うん、ちょっとブランクがあってまた154投げられるっていうのはすごいよな。すごいですよね。これだから投げ出してきたら、はい、本当に160キロ級の球投げ出すんじゃない、はい、ですよね。まあ、投げ込んでるとは思うけどね、はい、投げ込んでるとは思うけど、もっと投げ込んでいって地肩がついて、はい、そういう投げる筋肉がもっともっとついてくれれば、はい、もっと速くなる可能性はあるよね。ですよね、うん、なので今2軍でピッチャーとして結構バン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 、いや、この前イースタンリーグで上がってたからね、はい、マウンドに、うん、じゃあもしかするとこれ1軍でもう投手に転向っていう可能性ももちろんありますよね。で、野手を知ってるピッチャーって、はい、意外とこう客観的にこうピッチャーを見てて、なあ、バカだなって思う節もあるわけよ、はい、俺らが守ってて、なんでここでこう行くかなみたいな、はい、で打たれて、うん、でもそういう感覚が残ってマウンドに行くとさ、はい、一回こう距離を取ってピッチャーを見てるから、うん、かえっていいかもね。そうですよね、うん、もう考え方も柔軟に。そうそうそう、うん、だからバッターで、あ、プロに入ったらこういうことが引っかかるんだっていうさ、やっぱアマチュアとプロの引っかかり方っていうのはちょっと違うんだよね、はい、うん、気持ちだとかさ、うん、プロって絶対打ってやろうとかそういう気持ちを利用するとか、うん、そういうこともできるしね。できますね、うん、で今ちょっと姫野投手、まあ、姫野選手のことで日本ハムの2軍の話をしたんですけど、今日本ハムの2軍が熱いっていう、いい選手いるよな。いるんです。今ちょっと成績があるんですけど、今現時点です、9月8日の時点で、イースタンリーグ の, そのホームラン競争をしているのに2位、3位、4位
日本ハムの選手が独占してます。なあ。清宮選手で今川選手で万波選手ということで、これどうですか。いやみんな魅力があるよ。うん、ただ清宮の場合は、はい、やっぱもうちょっと率が欲しいよな。2割ないからさ。ホームラン。というより、だからもうちょっと率、確率を上げていかないと、はい、そのホームランが霞むよね。ただやっぱこう、さすがにやっぱホームランを打つ力を持ってるよね。そうですよね、うん、崩れたフォームでもホームランを打てるその素質を考えるとさ、はい、素晴らしいものがあるし、はい、万波なんかこう、まあ上でもホームラン打ってるけどさ、うん、身体能力高いし、うん、バネがすごいよな、うん、肩強いんだ、はい、半端なく、うん、だから魅力あるよ。そうですよね、うん、この選手たちは、まあ、今ちょっと日本ハム今シーズン今最下位ですけれども、うん、このあと1軍に上がってきてこうスタメンでっていう風になる可能性ってあるある、十分あるある、まあ、日本ハムがいい具合に新旧交代というかさ、はい、そういうのが進んでるし、うん、で中田がいなくなったという、うん、ポジションが空くという、うん、で太田大志がなんか調子が上がらないとか、はい、で外野手も空いて近藤が DH 入ったり守り入ったりとかいろいろしてる、はい、まあ、そこでも一つのポジションがある、うん、だからポジションは結構空いてるんだよね、はい、だからそういう意味では出てくる可能性は十分ある。そうですよね、また出てこないとダメだわ。あ、確かに、うん、そうですね、ここで伸び悩んでるようじゃダメだってことですよね。だから機会が欲しいよね、出られる。そうですね、きっかけが欲しいよね、うん、で特にやっぱり清宮選手はやっぱりね、こうもうそろそろ本当に結果を出さないとって言われてる中なので、うん、佐藤と似てるところがあってさ、やっぱ低めのボール球手出しちゃうんだよね、共通点はそこ。ああ、どうなんですかね、そこの改善は2軍で今。いや、できるできる、できます、まだ全然できるし、変わった時にはすごい数字を残してくる。おー、だからそのぐらい素質はある。そうですよね。あとこうやっぱり今その日本ハムがまあ優勝争いだったりその3位以内に入れるってことがこの可能性的に低いというかなってる、この残りの試合の中でこういう選手たちが伸び伸びと逆にできる可能性っていうのはあるんですか。一応そこでね使ってもね、あんまりね選手って伸びないんだよ。あ、そうなんですか。なぜかというと死んでるゲームで使っても意味がないんで、はい、おお、やっぱある程度こう緊張感を持たす、まあ、例えば A クラスに入るためにあと何勝必要だっていう、うん、そういう時にポンと差し込まれるとかさ、はい、優勝争いをしてる、うん、ね、ここでやっぱり打ったらヒーローになれるとかさ、はい、まあ、そういうところでやっぱ使った方がより成長は早いよね。まあそうですね、緊張感だから言えばね、5位6位の試合で、まあ、消化、まあ、ある程度消化ゲームになってて、うん、はい、まあ、エラーしても何しても、うん、まあ、慣れにはなるけども、はい、相手もそのモチベーションで戦われるとさ、うん、成長っていうのはなかなか難しいよね。あ、そう、だから生きてるゲームでやっぱり若手は使わなくなる。あ、そういうことなんですね、うん、ただね、今ウィスタンリーグでいい成績を日本ハムの選手が2軍で出してるので、出してるな、ね、このなんかこの流れで新球でいい感じに日本ハムチーム自体が、うん、こう今後、いや、変わっていけるチャンスはあるよね。まあ、それと札幌ドームから移転があるし、はい、札幌ドームって広いわいや、ほんと広い新球場はちょっと狭めにした方がいいんじゃないか。そしたらもうちょっとね、選手楽に打てるからそうですよね、うん、だったらこれだけのホームランバッターがさ、うん、はい、育とうとしてるでしょ、うん、そうなってくるとやっぱそれを強みにしないといけないから、はい、それに合った形状ってあるんだよね、やっぱり、うんうん、だからそういう形状に合わせてグラウンドを作るとか、はい、チームの雰囲気が変わったら、あれちょっと違うぞって言ったら広げられるとかさ自由自在に今シーズンは前に出します。新しいですね。いやいや、それでいいと思うよ。だってそれがホームの地の利と言われることだから。まあ、そういうことですよね、うん、いわゆる全部の球場が同じ規格ではないわけですもんね。そう、甲子園でさ、はい、最初85年で優勝した時はホームランバッターが揃ってたよね、はい、真弓さんだって30本打つしさ、うん、バース、掛布、岡田なんていうのはもうボンボンホームラン打つわけだから、はい、それはラッキーゾーンがあった方がいいよね。あった方がいいですね。撤廃してからなんで相手のチーム入るのにうちのチーム入んねえじゃないかっていう、それじゃ困るわけよ。何のメリットもないですもんね。そうそう、だから地の利っていうのはあるから、はい、必ずだからそれはもう自在にできるようにしときゃいいんだよだってさ、うん、野球の
記録ってさ、はい、本当理不尽で、うん、人工芝の硬いところ使ってたら、うん、それはヒット抜けていく確率って高いよ、はい、土のグラウンドで雨降ってて、うん、抜けていかないもん、なかなか。そうですよね。そうでしょ、うん、それとホームランはあのサイダーみたいな、うん、バンテリンドームを使ってる球場チームと中日と、ね、横浜じゃさ、そら本数比べられたらたまったもんじゃないよ。ファンで欲しいぐらいですよね。いや、そりゃそうだよ。だからあそこはその大島が、ね、最多安打っていうタイトルをよく取るけど、はい、広いもんね、エリアが。さ、そうですよね、外野も。だからそれが記録だ記録だって言ってんのもさ、うん、面白くない？まあそうですよね。で、屋根があったり気象条件が変わらない球場と、うんうん、はい、ね、千葉マリンみたいに、マリン球場みたいに、はい、ゾゾマリンかみたいに風がビュービュー吹いてさ、はい、押し戻される球場、うん、そりゃさ、同じにしちゃかわいそうじゃないかなって俺は思うんだけどね。そうですよね。そう考えると、そのね、今日はじゃあちょっと手前に、今日ちょっと奥にとか、 そうそうそう、それがあっても別に不公平ではないですもん ね、うん、ね、あってもいいと思う。面白い発想ですよね、はい、ちょっと話がずれましたが、だいぶ、ま、そうですね。でも若手のね、各選手、まあ、根尾選手であったり清宮選手であったり、その姫野選手であったりとか、うん、なんかこう面白い進化を遂げていって成功してくれるといいですよね。まあな、うん、まあ清宮はみんなが期待してるのは3割30本100打点だから、そのぐらいみんなができるって認めてるからね。そうですよね、うん、またそのポテンシャル持ってますからね、そもそもが。でも姫野はあれだな、うん、注目だな。ちょっと一軍で投手でデビューするとこ見たいですね。そうだな、はい、はい。